少年用グローブー、来ました。こちら Z01 ステージの最新少年用グローブ、全部で今3つ。こちらの HWEB サイズ S のショートセカンド用、続いてこちらバスケット、こちらはサイズ L ピッチャー内野兼用モデル、こちらは L サイズの外野仕様でね、まあ、少年用って結構ほとんどがオールラウンドなんだけどさ、こうやって分かれてるの珍しいんだよ ね分かれてる、まあ、サイズあるんだけど、こんな感じでね、サイズの目安、S はちょっとねやっぱちっちゃいんで、そうだね、低学年とかね、おすすめで、L は自分もね、ちょっと手袋の上からでも入るは入ると。そうだね、私も L サイズ入りますね、このグローブなんですけど、中指のところ01ステージという、ね、刻印がされています。あとね、バンド、あ、バンドね、特徴的だ。そう、01の Z かな。そうだね、Z がかっこよく入ってますね。 そして親指ラベルだね。親指ラベル、うん、うん、いいね、やっぱ少年用からこうやってね、親指ラベルとかいいよね。あー、そっか、かっこいいよね、かっこいい。バスケットの方、うん、こっちはね、ピッチャー内野兼用モデルだから。あ、兼用か。そう、少年野球はね、やっぱピッチャーもやるし内野もって、もういろいろやるからね。そうだね、一つのグローブでピッチャーもできるってのはいいよね。あー、いいね、うん、で、このグローブの特徴として、自然な手入れ感で簡単に握れるというふうに言っております。そうね、で、まあ、全部グローブ共通で、うん、まあ、ハサミ取りな感じで取れると、しっかり掴んでキャッチできるっていうね、うん、なるほど、まあ、小学生はね、まあ、力もあんまりね、うん、そうだね、強くないから、まずはしっかり掴むっていうことがね、大切だと。というわけで、今回はこちらのグローブの紹介でした。チャンネル登録、グッドボタンお願いします。お願いします。今回のお題は野球あるある守備編、ファインプレーからの悪送球。本日の MVP 賞はこちら、こちらを3つから選んでいただきます。チャンネル登録はここから、このアスリート登録はこちらを見てね、見てねー。